Thank you so much for using my lesson videos for your English studying. Okay, let me start the lesson by asking you this question. Have you ever had a problem answering this question? How would you like your ex? Have I? Oh yes, big time. When I first moved to the States, this question was probably one of the hardest ones to answer because I didn't know what the options were. So today, let me share with you some words and phrases that you can use at a restaurant when you were asked a question of how would you like your eggs. Okay, here we go. 今日は IHOP というアメリカ全土にありますパンケーキで有名なお店、こちらのウェブサイトからメニューのページを拝借してきました。IHOP は24時間オープンしている店舗もあり、朝食のメニューが豊富なことでも有名です。さて、その朝食には卵を含むメニューがたくさんあります。で、それを頼んだ時にですね、お店の方からどのようにエッグは調理してほしいか、How would you like your eggs? と聞かれます。その答え方を勉強してみましょう。こちらの黄色の矢印で示したところをご覧ください。このようにスクランブルエッグのようにスクランブルエッグという指定がある場合は、まあ、聞かれないでしょうね。ここで注意点はスクランブルエッグと日本語では言いますが、日本語ではスクランブルエッグですが、英語ではスクランブルエッグのようにスクランブルされているエッグということで、いわゆる受け身っぽいサウンドを出す過去分詞の形をとります。このピンクの矢印に書いてあるように two eggs あるいは two eggs your way あなたのお好みでというような感じですね。 two eggs こう卵の数だけ書いてあるような場合はおおよそ聞かれます。どのように調理をしましょうかと。それを英語にしたのがHow would you like your eggs? How would you like your eggs? 早く言うと How would you like your eggs? How would you like your eggs? このようになります。さて、 IHOP さんのウェブサイトとても親切です。この右上をご覧ください。 Eggs 101 と書いてあります。 Get your eggs exactly how you like them ということで、 Get your eggs エッグをゲットしようよ。 Exactly まさしく How you like them あなたのお好みのスタイルでということです。そして説明がされてあります。 Scrambled over easy over medium over hard 一つ一つ見てみましょう。 Scrambled whites and yolks mixed together 白身と黄身が混ぜられている状態一緒にですね。これが scrambled。日本でも馴染みがありますね。さあ、問題は次の3つです。over easy。これは soft whites with a runny yolk ということで、柔らかい白身に runny yolk ということで、日本語で言うところの半熟、まあほとんど火が通ってない状態。runny というのは液体が流れる状態を表します。その柔らかな感じというのは火があまり通ってない。これを easy が表していると思ってみてください。そして over というのはひっくり返すんですね。いわゆるサニーサイドアップっていう単語を習ったことのある人多いと思うんですが、サニーサイドアップというのは卵を割ってフライパンに入れてそのままひっくり返さない状態です。ところが over がつくと一度それをひっくり返してですね、両面に焼き色をつけるという調理をしてくれることになります。ということで、オーバーミディアムっていうと、オーバーがあるのでひっくり返し、ミディアムなのでミディアムな焼き加減。ステーキと同じようなイメージしてもらうといいですね。説明が、firm whites with a semi-firm yolk。firm whites with a semi-firm yolk ということで、まあ、硬い白身と、中くらいに硬いヨーク。セミ、あるいはセマイと発音する人もいますが、セミっていうのは半ば、中半分ぐらいというような意味を表します。そして、over hard。ひっくり返し、hard なので、火を随分通します。説明書きを読むと、firm whites with a firm broken yolk。ということで、硬い白身、そして硬くて壊れちゃったヨーク。ということで、まあ、壊れているヨークというのは、
柔らかくて綺麗なこうプリンとしたツルツルの状態が壊されていってもう潰れているというような感じでしょうか。そういうイメージです。 Okay, that's all for today. Thanks for watching. 次回海外旅行に行くときはぜひ卵料理をあえて選んでみてこの表現を使うことに挑戦してみてください。 Alright, thanks for watching again and I'll see you in the next lesson video. Bye for now.